こんにちは、動画を見に来てくださいまして誠にありがとうございます。本日はですね、皆様にご報告がございまして動画を作りました。そして普通に報告するよりかはやっぱり歌って報告したいなと思ったのでですね、シーズン3という僕のアルバムのレッツゲリロンっていう曲に乗せて、報告させていただきます。おい、なんだよ次はと思ったそこのあなた、サビまでの1分間少々お待ちください。I have a secret あなたはちょうど1ヶ月前のこと、実は内緒にしてたことがあるって言ったばかりだけど、まだ隠していた伝えてない秘密がある。誰にも一つや二つの隠し事はあるはずさ。新しい顔を見せて、二人で一つになるようなクラッシュを少しで欲しいから、yeah! 彼の名は白な、そう白な、また互い由来、そして漢字で書くときは白いにナッパの名。お迎えしてからずっと仲良くしている。二人もちょくちょく動画に出すけど、これからもよろしくね、Nice meet you, nice meet you。 新しい顔を見せて、二人で一つになるようなクラスを少しで欲しいから、というわけでありがとうございました。終わり。はい、終わりでございます。アフタートークを。アフタートークを。いいっすか。はい、お久しぶりっすね、熊木さん。どうも熊木さん久しぶり。久しぶりですね。プライベートではよく会ってるんですけどね。なんかこの感じ久しぶりですね。ちょっとこの感じ久しぶりなんで、もうちょっと敬語になってしまいますね。コラボはいつぶりでしょうか。いつぶり、本当に。え、マジでいつぶりだろう。え、あれじゃない、ミッキーマウス。え、ミキマス、ジーバー、ジーバー、バオバオ、バオバオ、バオが最後。え、どっちが先？バオが最後かな気がするんだよね。バオバオぶりですか。一時期バオバオチャンネル本当に作りそうになったけど。アホだ、あれはアホだ。一回話になったよね。なったなった、危ねえ危ねえ。編集マンまでおったよね。まさかのオルハ君が、え、やりたいですみたいな。ね、ちょっと申し訳ない、ちょっとね、におわせじゃなくて、釣り釣り、あ、大丈夫です。これは確実に釣り担当なんで、私釣り担当なの。におわせ系の、におわせ系釣り担当女子。はい、YouTuber、自由にそういう感じで使っていただいて大丈夫な、自由な 女性 YouTuber ってことね。はい、匂いようで何も匂わないタイプの、はい、はい、慣れております。いろいろ言われてるんですけどね、一応カラベの彼女で調べたら未だに出てきますよ。未だに検索で上がってきますけど、今回はそういう話ではなく、ハクナのためにちょっと来てくれと。ハクナのために、はい、かしこまりました。だってモンティがうちに来た次の日にはもう会っとったもん。うん、会った。やっぱ親戚枠でやらせていただいてるんで、親戚枠でやらさせていただ、はい、すぐにやっぱご挨拶させていただいて。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。主役はこちらでございます。あ、かわいい、あ、かわいい、あ、かわいい、かわいい、はい、はいはい、よろしいですね、はいはい、よろしいです。あ、あ、いらっしゃいました。あ、いらっしゃいました。やっと来た、終わる頃に来たね。終わる頃に、あー、自由。あ、け、ちゃんと言っとかないと。何を。いや、だいぶお気づきだと思いますけど、隠してたことは、ハクナですってちゃんと言っとかないと。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 え、で、くまみきはってなるかもしれないから。そうね。はい、え、親戚です。あ、親戚ですを信じてる人もいるから。ひまわりチャンネルさん信じてたから。
ゃんがじゃなくて、いや、パパママもママに言われた記憶あるんだよね。あ、違うかな。でも本当に、うん、本当に本当に親戚 YouTube の人で誰かに言われたんで本当に親戚みたいな、うん、本当に親戚なんだみたいなテンションで喋られて、あ、すいません、ちゃんとちゃんと言わなちゃんと、そうですね、新しい顔というか今まで隠していたことはハクちゃんで、くむきさんはこのハクちゃんを連れてくる役でちょっと登場していただいた、親戚です。親戚じゃねえと。ありがとうございまして、動画ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。よし、あ、ちょうど残り0分だ。あ、すごいね。すごくいい。取り合ってます。カーペットのタグをカーペットのタグを仁義なき戦いですねすいません、あの全然編集してる時に全然こいつらの話してなかったので、あの少しだけお話しします。モンティ迎えた時から、あの多頭飼いする気満々だったんですよ。で、最初は保護猫ちゃんすごいね調べてたんですけど、なんか性格的にすごいかまってかまってなんですよね。で、にゃんちゃんって結構こうほっといてっていうか気分野が多かったりするじゃないですか。保護猫ちゃんは一旦置いといて、この子が一番なんか楽しめる子、一緒にいてなんか仲良くできるのって結局ミーアキャットはミーアキャットじゃねっつって、ワンちゃんも考えたんですけど、ワンちゃんはワンちゃんでね、ちょっと性格が気持ちねちょっと違うんで仲良くなると思うんですけどね。まあちょっと思ったんですけど、ミーアキャット1匹と猫1とか、ミーアキャット1匹にワンちゃん1と、ミーヤ2の猫1、ミーヤ2のワンちゃん1も変わんなくねって思って、とりあえずじゃあ一番相性のいいね動物ってなんだろうって思った時に、結局ミーヤとミーヤかなと思って、仕事で作業とかしてる時にもなんかね寂しくないようにやっぱり2人でいた方が楽しいだろうから、ちょっとミーヤキャットちょっと迎えちゃいました。なのでまたあのサブチャンネルの方で、あのラベさんちっていうチャンネルの方でまた動画アップしていく可能性があるので、もしよければこの子たち見たいよっていう方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。以上、宝部でございました。また次回の動画でお会いしましょう。すいません、あのサムネイルがややこしくって、ちなみにサムネイルさりげなく吐くないます。探してみてください。あざっす。バイバイ。